コラード・ガルツィをコラード・ガルツィオは、ノート国際音楽祭とカラカスのイタリア音楽院を創設した著名な音楽家、ピアノ奏者である。彼は、音楽文化の普及を促進し、イタリア・ベネズエラ間の交流も開始した。ベネズエラでは、芸術家、教師、ラジオやテレビ番組のディレクターとして、精力的に活動した。ラテンアメリカにおける、 室内落文化の父として広く認知されている。コラード・ガルツヨはバロック様式の建築が残ることでも世界的に有名なユネスコの世界遺産に登録されているシチリア島南部の小さな町ノートに生まれた。幼い頃からノートでマエストロ・ジュゼッペ・スコッパの指導を受けピアノを学び始める。8歳の時音楽教育を受けるためミラノに移住。その後、 ローマのサンタチチーリア音楽院でマエストロレンツォ・シルベストリの指導を受け音楽教育を修了した。当時のイタリアでの生活を表す彼が残した芸術は非常に優れたものであった。ローマラジオ局ではクラシック音楽の生放送番組を初めて企画し、1940年にはピアノ部門でリットリアーレ賞を受賞した。同年、彼は志願して戦地に赴く。 コラード・ガルツィオ生誕100周年記念ポスター1947年、ガルツィオはベネズエラに移住する。新しい国における先駆者としての最初の数年間は、熱気に満ちたものであった。マラカイボの音楽アカデミーで教弁を取り、サンクリストバルでは、中立音楽院の委員長を務めた。カラカス滞在中、ガルツィオは、コンサートや音楽関係者の国際的交流の場として、 イタリア音楽院とモンテサクロ文化センターを設立した。世界で最も古い音楽機関の一つであるサンタチェチーリアアカデミーの著名なイタリア人の仲間たちも彼の呼びかけに対し協力した。彼らの協力による演奏によって音楽院は名声を得、これらの音楽家と共にコンサート活動に情熱を傾けた彼は世界の舞台で活動するようになる。 モンテサクロ文化センターは現在もカラカス私立公共楽団の活動を主催している。1952年、彼はラジオ番組テマスコンバリアシオネスを設立。テレビの出現とともに最も影響力のある国営テレビチャンネルでも生放送されるようになった。テマスコンバリアシオネスは全国に広まり、マエストロガルツを合宿する。 様々な室内医学のライブコンサートを放送した。また、文化や時事問題に関して、ヨーロッパやアメリカの著名人に対するインタビューも紹介した。ラジオキャピタルカラカスは、現在もテマスコンバリアシオネスを放送しており、アンドレスベロ大学のアイナルゴヨ、ポンテ教授が編集を担当している。継続的な活動を行い続けた結果、この放送は、 この国で最も古く有名な文化の一つとなっている。彼は常にマエストロ・コラード・ガルティオとしてラジオへの取り組みやイタリア・ベネズエラにおける多くの音楽機関の運営に関わった。またコンサート活動には強い熱意を持っており、ガスパール・カサド、アントニオ・ヤニグロ、ディカルド・オドノ・ポソフ、ディ・ノ・アシオラ、ベルル・セノフスキー、スナカン、ウート・ウギ、コンラード、ロマーノ、 ミシェル・ラビン、ロナ、ブラウン、テレーズ・クリーン・コールマン、リーザ・デラ・カーザ、サルバトー・レ・アッカルド、ルジェーロ・ロリッチ、クリスチャン・フェラス、ピエール・フルニエなど、国際的に代表される多くの室内楽奏者との共演を果たした。マエストロ・ガルツヨはサンタチ・チーリア国立アカデミアの音楽家たちと共に、ガルツヨ市重相団、アンサンブル、サンタ、セシリア・ソロイスなど、 多くの室内楽団を誕生させた。これらのグループは、トリオ、四重奏曲、五重奏曲、六重奏曲など、様々な室内学の組み合わせに対応できる自由な構成を特徴としていた。彼は、グループと共に、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、南アジア、中東、ソ連、アメリカ、中国をツアーし、監修と同様、評論家からも高評価を受け、 常に大成功を収めた。コラード・ガルツヨは、ベネズエラの作曲家の作品を広めることに、趣味一貫して取り組んだ。彼のコンサートでは、名高い古典的な演奏曲の他にも、ブランカ・エストレラ、レーナルド・アーン、ラゼス・エルナンデス・ロッペス、フアン・バウティスタ・プラーサ等、ベネズエラの作曲家の作品を常に取り入れていた。プリモ・カサーレ、ラファエル・ゲルバシオ、ニーノ・ロータ、 エンリオ・モリコーネ、ステファノ・ソリーマ、ジョバンニ・フェラウート、ブランカ・エストレーラ等、著名な作曲家が、コラード・ガルツヨにオリジナル曲を提供した。ガルツヨは、音楽文化なくして文化はないとの信念のもと、1975年に、ノート・コンサート協会を設立した。この協会を設立した背景には、芸術活動の活性化、彼の出身地であるノートの音楽文化の伝統を、 復活させるという目的があった。夏のノート国際音楽フェスティバル1年を通して行われるコンサートシーズン、学校や小規模の近郊の村での隠しコンサート、音楽教育講座など彼の取り組みは多岐にわたっている。このフェスティバルは1975年から今日に至るまで毎年、この都市を訪れる人にとって質の高い文化観光であり、 偉大なクラシック音楽を愛する人々の見逃せないイベントとなっている。第45回のフェスティバルには国際的に有名なアーティストやオーケストラ楽団が参加した。サンタチェチーリアアカデミーからは、ヴィンチェンツォ・マリオッツィ、ウーゴ・ゴジェンナリーニ、ニコライ・サルペ、アントニオ・サルバトーレ、ファウスト・アンゼルモをはじめ、サルバトーレ・アッカルド、ブルーノ・カニーノ、アレリ,リオ・ディアス、サンカン。 ラベック姉妹、フランコ・マッチョ・ウルメゾースキー、アントニオ・パッパーノ、ルッチェ・ロリッチ、ウート・ウッキーなど、多くのソリストが、ノートで演奏した。また、このフェスティバルには、エンニオ・モリコーネ、ルイス・イー・バカロフ、ステファノ・ボラニ、ディー・ディ・ブリッジ・ウォーター、パオロ・フレス、リシャー・アル・ガリアーノ、ロザリオ・ジュリアーニ、エンリコ・ラバ、ダニーロ・ロリー、ペッペ・セルビロなどの有名なジャズ演奏家や作曲家も、 参加した。マッシモ劇場のヴィンチェンツ・オベリーニ管弦楽団、鳥の室内管弦楽団、欧州共同体室内管弦楽団など、イタリアやヨーロッパのオーケストラに加え、ベネズエラのアーティストやオーケストラの多くがこのフェスティバルに参加した。シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラ、テレサ・カレーニョ・ユース・オーケストラ、カラカス・市立公交響楽団、ベネズエラ交響楽団、 マラカイ母交響楽団などは、その本の一例であり、マエストロとベネズエラとの間には深い絆があることを示している。1997年、コラード・ガルツェオは、彼のマエストロであるジュゼッペ・スコパに敬意を表すため、1930年代に設立された弦楽器学校を再生させ、ノート弦楽器学校を設立した。弦楽器学校は、 二つのバイオリンクラスから構成され、一つはピアノ補償クラス、もう一つは7歳から12歳までの約50名の少年からなるソプラノクラスで構成された。この学校は完全無料でマエストロ・ガルツヨが追求する音楽的リテラシーがミッションであった。2006年86歳になったマエストロはトルコ、パキスタン、ドイツでクラリネットのウーゴ・ジェナリーに チェロのフランチェスコ・ソレンティーのバイオリンのマリア・ムダル・ドンのアンサンブルで演奏した。初期コンサート活動中に、ラファエレ・ギルバージオがマエストロに捧げた曲を、音楽祭40周年を記念した2015年に演奏したのが最後となった。2019年11月3日、彼の生誕100周年を祝う式典が、ノート市とノートコンサート協会主催のもと、ティナ・ディロレンツォ劇場で開催された。 イベント中、ノート市長は、市の名のもと、ピアノ奏者のマエストロで、ノート音楽祭の創始者に権威を表した。コンサート協会のアルベルト・フラスカ会長は、ノート100年の音楽の歴史を、マエストロの人生と共に振り返った。イベントは、サルガトーレ・アッカルド、ウート・ウギ、エンギオ・モリコーネによる、ビデオメッセージ、サンタ、チェチーリア国立アカデミアの巨匠たち、ツアー仲間、 在イタリア・ベネズエラ大使館による三時の朗読で幕を閉じた。コラード・ガルツヨは2020年4月19日、故郷シチリアのノートで死去。彼が100年の人生で伝えた大きな音楽遺産を後世に伝えるため、コラード・ボンファンティ市長の主導のもと、コラード・ガルツヨはノート音楽学校に祀られた。情に満ちた追託として、イタリアとベネズエラで記事が出版された。 ラジオ番組テーマコンバリアシオネスは彼の音楽活動を紹介する特集を放送した。イタリア共和国の騎士、1956年受賞ノート氏、オレアンドロドーロ、1997年イタリアネルモンド、1998年受賞ノート優秀賞、2015年ベネズエラの文化発展への貢献に対しアンドレスベロ賞を受賞。フランシスコ・デ・ミランダ勲賞。 ベネズエラ発展への貢献を認める。ポーランドの文化と芸術の普及に貢献したとして、ポーランド人民共和国より、メリテ文化勲章を授与される。マエストロ・ガルツィオの生涯と活動は、2冊の本と学術論文で記録されている。ミケーレ・カステッリ、ラビーダ・ファンタスティカでコラード・ゴールツィオ・からーすエディトリアル・メルビン、2008年、ベネズエラの歴史家で元大統領の、 ラモン・ホセベラ・スケスによる序文付き。ミケーレ・カステリ、ラビダ・ファンタスティカでコラード・ガルチオ、カラカス、編集メルビン、2008年、ベネズエラの歴史家で元大統領の、ラモン・ホセベラ・スケスによる序文。グアダルーペ・ブレリ、イタリアと、ベネズエラ、20の証言、カラカス、都市文化財団、2008年。ミケーレ・カステリ、ベネズエラの、イタリア人、守るべき遺産。 ライムズ、地政学ジャーナル、ナンバー3、2019、P135 から141。ミケーレ・カステリ、ベネズエラのグリイタリアーニ、ウン・パトリモニオ・ダ・デフェンダー、ライムズ、リビスタ・ディ・ヘオ・パー・リティカ、N。3、2019、ピアニッシモ135から141。マエストロ・ガルツヨの、主なコンサートのライブ録音が公開されている。ガルツヨの作品は、 彼のレーベルのウェブサイトから無料で聞くことができる。https www.italiamandicaltra.com デ,ディスコグロフィアコリジャオーネコラドガルツヨはベネズエラでの最初の年から悲劇的な第二次世界大戦の後にラテンアメリカの国に移住した前衛芸術家のグループの一人だった。その中には画家で彫刻家のジョルジョゴーリ、チェコの画家ギレールもハイター。 イタリアの作曲家プリも重ね、イタリアの建築家、グラツアーノ・ガスパリーに、スペインの建築家で、風刺画家のエドアルド・ロブレス・ピケルなどが含まれていた。ヨーロッパの芸術家の移民は、ベネズエラのマルコス・ペレス・ヒメネス大統領の文化的、政策であり、現在においても、ベネズエラの主要機関を形作っている。今日、ベネズエラは、世界でも主要なクラシック音楽機関を有している。 1960年代以降、地方自治体、州、及び国際レベルで誕生した多数のオーケストラが含まれる。ガルツィオは、その活動期間中、ベネズエラやヨーロッパの著名な団体と協力して、エルシステマのオーケストラや、その他のプログラムから才能のあるものを選び出し、ヨーロッパやラテンアメリカの一流の音楽団体に紹介するために、たゆまぬ努力を重ねた。 ありがとうございます。